台湾における油飯台湾における油飯油飯はもち米から作られる台湾料理油で炒めることから油飯と命名された日本料理でいうところのおこわに近く台湾風おこわなどの名称で呼ばれることもあるまた祝いごとに欠かせないという点では日本における赤飯に似た位置づけとなる醤油オイスターソースネギコリアンダーなどを材料とする 水に浸したもち米を豚肉及び椎茸の千切り、ネギ、ニンニクなどと油で炒め、醤油や胡椒で味付けしてから蒸して作られる。豚肉の代わりに、鶏肉が用いられたり、タケノコなどが加えられる場合もある。台湾で日常的によく食べられており、台湾では出産後1ヶ月経った時の祝いの席で、ある、ねじめ好きで食す。 出産を皆に知らせるときに、朝油取りと一緒に配布される。出生時が男だった場合は、出産祝いの返礼として、油飯及び赤色に染色されたゆで卵二つと、調理した骨付き鶏もも肉、または簡易的に油飯のみを親戚などに配る、風習がある。なお、21世紀では、女児の場合と同様にクッキーなどを返礼に当てる、ケースも多い。また、 選挙の際には、候補者が有権者に振る舞うこともある。朝食として食べる人も多く、料理は普通転身として提供される。ありがとうございます。